おお、そうだと入れてゆこなたの道より越えあって若者待てと声かけて現れいでたる大法師義勇太郎を振り返り若者待って呼び止めしは何者なるぞ妖怪変化の類にあらず諸国をめぐる暗夜の僧まことの旅僧して呼び止めしは何をあってや呼び止めしは他でもないおろちの頭のうちよりも現れでたるその名曲キリキリ武装が申し受けたい来ないと枚数を公言数ぬが手に恐れますなら参拝達成立ちかれ何時わずかの有力あるとて傲慢いたすは肩払いたし我が所持せしこの鉄の棒これを食ろうて往生いたせい。うん、見事何時が取ってみるかとんでもないことその息の根止めてくれようぞおっさあそうさあそうさあ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 何をおかしくだおっ、うんその言葉本望達成し上からは大阪城に入城し太閤殿下の
下地を受け伊根戦場へ馳せ向かい寄せ来るハムサをねじ伏せ切り立ってはっおい
応援に来てもらいまして、うん、11月にね、本番があるということで、はい、ほいたらうちの人材でも地区とデビュー戦を飾ってみるかということで、来てもらいました。はい、この4人からです、はい。はい、皆さん今日は誠と長い時間、お待たせをいたしまして、ナビの目、それと私たちがこう一番初めに、習いまして、公演を上演をいたしました石見潤太郎を見ていただきました。なかなかやるのかよ、やりやり今これからも高校生の指導もし、うん、また竹本美園先生の指導を受けて、はい、今以上に、はい、頑張っていきますので、また一つ皆さんのご支援、またご鞭撻のよろしくお願いいたしまして、今日のお礼とさせていただきます。どうも本日はありがとうございました。よかったよかった、よかったよかった、いやいや、なるほど、全然よかった。もう足ももう汗びっしょりでピカ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 、全然よかった、よかったよかった、ありがとう、よかった。あの下ネタはよかったかよ、よかった。なかなかね、若い人にはちょっとあの難しい言葉があったと思います。まああの最後とはね、まあ辻臭い、住民の芝居ですけど、あんまりこう上品なやつはないですね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。